78年ブラジルのワールドカップで個人総合優勝2連勝を飾っております。マリア・ピラトワ、最初の段違いは 9.25 でございました。さて、マリア・ピラトワ選手のこれから跳馬であります1本目です。伸身の塚原であります。この顔をご覧ください。あまり満足そうな表情ではありませんが、一つビデオテープでご紹介いたしましょう。この助走の走りっぷり面白いですね。ちょっとですね、後半の高さ、はい、それからのちょっと足が開いてますでしょ、はい、そういう面では先ほどやったキム選手と比べるとちょっと落ちるという感じはしますけれども、しかし全体的に決めるあたり、やっぱり経験豊富な選手だなっていう気がしますね、はい。1本目は 9.70 であります。 9.70 をもらいましても、ピラトワ選手は晴れやかな顔ではございませんでした。さあ2本目であります。今年ソビエトのラトビア共和国で行われました、リガ大会で個人総合優勝を飾っておりますマリア・フィラトワ選手であります。ブラジルのワールドカップ、このリガ大会、大きい大会2連勝、この東京大会も狙っていますが、2本目同じ技です。1本目と比較していかがですか。そうですね、1本目の方が私は良かったような気がするんですね。ただ、はい、まとめ方は2本目の方がうまかったですね。なるほど、はい、1本目で 9.70 を出しておりますが、ちょっと飛距離が足りない。あ、なるほど、感じがしますでしょ、はい。何しろ先ほどネリー・キム選手のすごい伸身の塚原見てますんでね。